こんにちは、アルタです。メガです。ということで、まあ今日カッキンいないんですけど、僕ら二人であいつがいない間にガンガン進めちゃいましょうよ。進めちゃいましょう、マスターリーグ。ということで、まあ前ね、サネが合流して、サネが合流して大補強ですよね。チームとんでもないことになりました。そう、スカウトがとんでもないことになって終わったんですよね。で、あとはなんか適当にスカウトにまた指示出したんだよね。あそうだ、うん、それで終わってますね。もうさ、交渉さ、スカウトの人が連れてくるやつだけでよくない？なんか取れたくないもん。ちょっと俺らの力じゃ無理だ。俺らの実力じゃ無理じゃん、うん、もうだからスカウトに任せてさ、うん、スカウトがいいの見つけてきてくれたらそれになんかにした方がいいっぽいっすね。あとメンバーも揃ってるから、そう今必要なのはほんと即戦力そうのディフェンダーかな。特にで次からやっぱあれだよね、買い取りオプション付きでオファーしてみようか。そう、ちゃんと、ね、あのスカウトが取ってきた人は、そう、そう、高いになってるからね、あれ、うん、交渉あれはいけるわ。じゃあ進めていきます。どんどん進めていきましょうか。はい、とりあえずこれでシーズン始めますもん。うん、あ、次回の国際親善試合に挑むメンバーを確定します。まあいいでしょ。あれか、あの各県会社代表選考みたいなやつか。ああ、代表選考か。代表選考日、代表メンバー発表。えっと、なんかそういうの発表って、お前ルイス・スアレス、え、何、どっから進んの、これ。まああれだ、左上になんか三笘のこと書いてあるから、エトケンが三笘を引きして入れたみたいになってるだけだ。指定関係にあると見られているって書いてある、ね、うん、別に、うん、じゃない、多分そうだね。もう発表されてんの、これ。まあ発表されたんじゃない。あ、じゃあもうされてたんだ、もわかりにくいの。進めていきます。どうぞ。はい、もうとりあえず冬まではこのメンバーでいきます、うん、もう僕たちはもう補強したんで。そう、補強したね、かなり、うん、キャンプからいい準備できてるんで、もう。あ、もうこれ開幕戦か。あ、早いです。早っ早っ、マジでサネめちゃくちゃギリギリ来たな。あー、来た来た、懐かしいね、このチャプター。去年と同じこと聞かれた懐かしいね。初戦に向けた意気込みね。新シーズンが始まりますと飛ばんかったわ。スキップをしたら全部飛んじゃうかなと思って。来た、初戦に向けた意気込み。タイトルはちょっと早いか。タイトルはやりすぎだって、うん、もうこれなんだろう、ファンの期待に応えるっていうと俺らが思ってる以上にネガティブなこと言わない、まあ、ちょっとなんか低い感じはある。あ、そう、低い感じで言うじゃん、勝利、うん、のイメージを持ってるでしょ。この試合、この試合をね、まず、まあそう ね勝つっていう、そう、この試合に勝つっていうのをちょっと、うん、大事、大事、言ってもらって、一試合一試合を気持ち込めて勢いがつくかね。我々入荷するようになって勝つイメージ。あ、いい、いい、いい、そうそうそう、江戸県いいよ、いい。去年ね、ちょっと調子乗ったことを言ったら、ちょっと上げすぎちゃった、上げすぎちゃったから、うん、やっぱこれだけの補強してもこの発言で、時謙虚になったね。いい、そう、いいですよ。さあ行きますか。じゃあ早速、これ大事ですよ。まず大事、初戦だよ、初戦。あー、もうサネ、あ、もうサネか、なるよ。はい、おい、大補強したのに。セットターなんです。なんでなんで勝てないの、これで。なんでまた始まったよ、この無得点の。また始まったよ、また始まったよ、噛み合ってないやつ、チームが。まあ開幕戦なんでね。まあでもアーセナルも負けてるんで。あ、よかったよかった。アーセナルの上にいるんで今俺たち。まだまだそう、まだ言うて、そう、言うてまだ1試合終わったわけない。大丈夫、マジか。ちょっと衝撃の敗戦スタートだと思う、うん、絶対シーズン前注目されてただろ、ブライトン。俺たちの補強とはってなっちゃったんだけど今。あ、交渉日ってことはなんかちょっとあれか、初戦負けたから誰か取った方がいいんじゃないかみたいな。さっくり、もしかして早いよ。怖いんだよな、このスポーツディレクター。あ、本当にそうじゃん。開幕戦をつまずいたことよ、ファンとメディアが厳しいわ、評価。なるべく早く急に乗らなくてはな。もちろん分かってる。これから分かる。喧嘩してます。やばいやばいやばい、バチバチしてる、揉めてます。エトケンが先かスポーツディレクターが先か。怖い、この映画、ちょっと怖い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 。コーチの人、ちょっとやべ、どうしたみたいな。いやー。敗戦から学ぶことは多い。だよな。あ、お、もしかして。お、いやいやいや、ちょっと使えないですね。まあ、ちょっとエメルソン、ちょっと見てみる。エメルソンいいんじゃない？あれ、ありじゃないか、エメルソン。このエメルソンって今スパーズにエメルソン。そうだよね、多分。オファーしますよ。オファーしましょう、これは。これ、レンタル？いや、これ完全席でいいんじゃないですか？完全席でいいよね。うん。まあ、ランプティとドクテル欲しかったんで。高い確率で成功するよ。あ、もういっちゃう、いっちゃう、エメルソン。2人3人いけ。3人でいいよ。いや、これ獲得だよ、これは。これは絶対いきますね。いったいった。この下の人はさすがに若くはないですかね。下の人は多分若いは若いじゃん。あ、まあ、いや、まあ、エメルソンめっちゃいいわ。よく見つけてきた。よく、なぜかセンターフォワード。センターフォワード、俺も思った。この時できたんだ。いや、22でこの補強はでかい。いや、これいいの。これだって、サクサクと進むよ、この交渉。うん、これはすぐ多分獲得できるやつだ。すごいね、負けたらすぐ補強してくっていう、エトケン。ゴリゴリお金じゃん。育成の概念が。
だから成績を残せる。何言った？どういうことだ？ウェブスターを存じてるブラザーズ。このチームでスタメンでプレーすることは大変だよ。大変だよ、ね、まあ、大変だよね。くどんどん来ちゃうのも新しい選手。新戦力が、おいや、マドラス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 いる。ちょっと待って、マドラス行っていいっすか？マジで、まあ、30歳だけど、いや、関係ない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 。これ、遺跡で申し込んでいいかな？あ、いい。レンタルじゃなくて、これ、うん、レンタルじゃなくて来るよね。いや、来ると思いますよ。はい、ゴー。マジで、ゴー。スカウト系です、完全に。細かくチェックしようか。他はもう、他は多分そんなだったよね。いないっすよね。サンティミナとかは別にあれだもんね。ディフェンスラインの選手は別に、うん、マジか。考慮しないさ、ちょっとこれさ、スカウティングさ、やっぱここ総合値でしょ。あ、オッケーオッケー、そうしよう、そうしよう。だから予算考慮しな、しない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 、予算考慮なんて。これで万が一メッシとかさ、うん、引っ張ってきてくれたらさ。メッシは言い過ぎだけど、でもの、こんな可能性がさ出てきたわけじゃん、これも、うん。エメルソン交渉中、エメルソン、ああ、まだ交渉中じゃない、まだ交渉中なんだ。まあまあまあいいですよ、まあゆっくりね、まあ、ゆっくりは、まあもうちょっとね、早くしてほしいけど。で、これエメルソンとかマナラス冬に合流できるわけでしょ、取れたらやばいな、まとまっちゃえば交渉。ああ、誰か選ばれる、いや、やばいな、 大問題だよ、この。え、ヨーロッパの最終選手が脅さんで、ね、何した。え、今クリスタルパレスだっけ、なんかそこら辺いた気がするけど。あー、出た、俺らが関係ない話題してる、チャンピオンズリーグだって。不思議な、関係ない、関係ない、関係ない。そこ、もしかして、お、おい、エメルソン、あ、次の契約を狙ってるため低めの契約開始金、まあまあまあ、それはいいですよ。はい、オッケー、はい、これで冬にエメルソン来ます。よし、何、まあマドさんもうちょいかかる、まあね、なるほどね、後だったから。エメルソンまとまりました。いや、でかいね、ディフェンス補強。冬に来ますエメルソン、初10です。いや、いいね、やば。マドラス補強できたらすごくない？なんでマドラスマドラスよく見つけたらスカウト、スカウトすごいよ。しかも30歳だから、あと 2,3 年保てるでしょ。まだ 2,3 年はいけますね。はい、マドラスまとめました、いきました、マドラスまとめました。これもう絶対まとまった。お、あれ、もうこれ合流だ、合流してるな。え、まだあれ、まだウィンドウがまだ閉まってない、まだ閉まってないのか、これ。これマドラス間に合う、間に合うぞ、これ間に合うな、マドラス間に合うな、すごい。いやー、いい。エトゲンと。だって、このオフに何人、だってエメルソン取ったじゃん。で、デパイ、スアレス、サネ、何人取ったこのチーム選手。何人取ったんだろう。7人ぐらいいった。6、7、あって、下から上げたやつらもいるじゃん。うわ、あの、フンテラル。牽制選手、フンテラルとか含めたら。ゴールスキーとかも、ね。あ、そう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 。とんでもなく取ってると思います。とんでもないやつにしたよ、これ。はい、で、あ、また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 。ええ。やべ、欲張った。3年は行き過ぎたんだ、やっぱ1年にしとくべきなんか、これミスったな、ミスった。うわー、うわー、マドラスマジか。あ、で、こっから消えるんだ。うわー、マジか、これミスったな。ちょっとポジション指定しときます、センターバックに。センターバックにしとこうか、うん、しとこしとこ。ちょ、欲張ったわ。3年はダメなんだね、やっぱ。あそこ1年にしといて、1年にしとけばいいんだね、あれ多分、うん、そういうこと。まあ2年でもよかったのかな。ちょっとやったね、勉強です。いや、お前30歳からの3年契約なんてもう安泰だぞ。そうだよ、将来もう確定はだからね。全部センターバックにします。オッケー、もういらないから全然。うちのスカウト全てを込めてディフェンダーを見つけます。で、ここはなんだ、イニエスタ、エイバル出さない、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 もう出さない、出さない、中止中止中止。で、ほら、これ早速ラプティが、あー、やばい、なんでエメルソン取るのっていう、狙ってるわ、俺安泰じゃないんですかって、なめんなと。いや、うちはちゃんと戦力として見ているよ、ラプティ。そう、戦力を見てる、うん、アルバレスもそう、なんか前線のメンツいかすぎて。あれおかしいなって。そうっすね、あれ出す、あ、レンタルだったらいいんじゃないですか。ね、出しちゃおうか一応、うん、成長して帰ってくるかもしれない、ね、伸びてくれるかもしれない。整理できるとか整理しないとね。いや、25か6のスカットって超バランスいいよ、これ。いいチームだね、2チームプラス3、4人分ぐらいの、うん、これは急増って出てるし、そりゃこんだけビッグネームとかね、まあ、確かにね、あいつらのフォローしてる人がブライトに注目するからね。まあ、スパーズがこれ買って流れに乗りましょう。ちょっとエトケンスタメンだけ見ていいか、お前のこの試合に対する。あ、いい、あ、いいじゃないか、アブロジャイ、エメルソン早速スタメン、エメルソン早い。だって見比べて
なんかさ、負けず嫌いよね。いや、全然、うん、勝てるメンバー、てかこっちの方が強いよ。おー、うん、全然右の方が強い。全然ブライトンの方が強い。いけるよ、俺たちは強い。強くない、やばい、強くない、俺たちは。か、俺たちは弱い。やばいよ。俺たちは強くない。開幕2連戦、2戦で。あ、でも前向きに行こう。スパーズが調子いいわ。だから、うん、スパーズが調子いい。しょうがない、しょうがない。まあ俺たち定位置ですよ、ここはまだ。まあここから尻上がりに良くしていくから、流れをつかみたい、まずは。一勝する。あ、移籍期間最終日だ、これが。誰か見つけてきてくれてないかな。いや、ねえか。あ、ねえな。やっぱディフェンスをピンポイントで見つけてくるっていうのはやっぱ。ちょっと誰か取りますの先輩、それか。あの中から。え、このスカーティングの中から。いた？あ、いねえか、センターバック。今使ったやつらより弱いよ、70。弱いか。それだとね、さすがに。いないか、センターバック。ちょっと一人欲しいっすよね、でも。ちょっと欲しい。移籍リストとかでいないかな。イギリスとか未所属でいてほしいな。センターバックで検索、いや、いいや、ちょっと、いや、もうめんどくさい。これどう出してみて、総合値で見て、80系のやつら欲しいよね。PK いきます。いや、さすがにきついか。ちょっと、あ、出た。レンタルだったら出た。クラブ、クラブ格差。まあ、これはね、うるせえ、ピケが来たいって言ってんだ、来る、なめんな。とりあえずオファーしておきに、とりあえずオファーしといて、うん、あ、これこの画面まで、え、早っ早っ。 あれね、2時間進んじゃうんだもん、これ。そうなんだ、なるほどなるほど。マシューライアン、うるさい、マシューライアンもう必死、大事。あー、なるほどね、なるほどね。そうか、こっからはもうボンボン進んでいくやった、うんうん。正直ジョルディアルバとかでも良くない？なんかさ、あ、でも取れないか。さすがにきついんじゃないですか。なんかディフェンスラインの、あ、アルネルバ入れるといいんじゃない？アルネルバ入れるといけそうか。あ、ちょっと愛着度が、愛着なんで遺跡リスト入ってんのに愛着そうなんだよ。加工気味だけど、うん、とりあえず上のやつらにオファーだけ ね、オファーだけしてみようか。どうせこれ2時間進むってことですか、はい、さあ、決裂って発表されてないよ、これ。またこれ来たか。おお、いやー、そうですよね。さすがにね。何ですかこれ。80、もう3とかでもいい。いい。ウンチティは？ウンティティ、バルサにいいんだよね、まだウンティティ。バルサきついね。チェルシーとかいけない？リュディが。リュディが断られてるからね、うちら。確か。無理かな。送るだけ送る、送るだけ送ってみようか、うん、本当ないよ、クラブが良くないよこれ。クラブ、やっぱ中堅クラブの、やめよう、クラブ規模とかいう話だよ。セビージャ組んで、セビージャクラブ規模マウント取る、なんでだよ、変わんないよ。ブライトンクラブ規模マウント取ってくのきついな、やっぱリバプラ無理、カンセロ無理、クワザード無理、フェリピ、サビッチ、アトレティコきついんじゃないですか。どうし、ほら、あー見られてるわ、マウント取ってくるな、ユベントス。ああ、なるほどね。マウント商売してきた。ビジャレアルはいける。ビジャレアルは。あれ、まあ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 。あれもいけるよこれ。移籍金ちょっと上げればいけるんですよ。ここを上げてもあんま関係ないよ。まあでもちょっとだけ上げる。気持ちね。ハウは俺買い取りつけたいな。でも、いや、いいと思いますそれで。なんかいいね。あの、俺は。あの文章買ってくれるだけで、うん、ワンチャンあるって思わせてくれるわ。行ったか、ハウ行ったか。いやーマジか、ダメか。まあまあまあ、なんだこれ。未所属はいないですかね、さすがに。なんか未所属、あ、ここか、うん。お、あ、お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 、人材、人材、人材、いたぞ、人材いた、24歳。誰、フェロー、伸びしろすごい。行こう、行こう、これはフェロー、行こう、フェロー、お前はやってくれる、もう5年契約だ、お前は。あ、いいね、まあ、若いからうちのチームで主軸です、主軸。まさかのとんでもない掘り出し物がいたぞ。もうまとまるよ、秒でまとまるよ、今度。だってあいつチームないんだもん。早く見つけたからね。あ、オッケーオッケーオッケー、ほら、いや、いい、でかいよこれ、でかいでかい、うん、80で強くて言うからね、80の若手はでかいよ。あと1人だね、2時間残り2時間だから。
人。あと一人。未所属。未所属はもういなかったか。もうあれじゃない。その総合地順でどこのチームにも入ってないやつってことかな。950人いるよ。お、お。これ誰かいるでしょ。これ今総合地マックス上から。あ、これがマックスか。ちょっと年下だな。そうね、欲しいところでは。シモンデイも30歳だもんね。エリット選手、エリット選手はゼロだね、計算結果。あ、本当だ。未所属が戦後レンタルリストはあります。あ、レンタルにいるよ、デミラル。デミラル。でもさ、でもレンタルリストにいるってことはレンタルオファーした時の成功率高いとかあるのかな。いや、あるんじゃないですか、さすがに。でもユーベなんだよね。ゆうべね、まあ、レンタルだったら年いってる人でもいいですけどね、どうせ帰るんで。まあ確かにどうせ帰るもんね、うん、いないのよね。いねえか。ちょっともう一回こっち見てみるか。やっぱ移籍リストの選手は移籍の時に進みやすいってだけなのかなってことかもな。レンタルってなるとやっぱレンタル、ちょっと話違いそうっす ね違うよね話。ちょ、レンタルの方見ようか。レンタルオーバーしてみる。デミラル、デミラル行きますか。なんかデミラルかなっちゃおう。最初できればこっちの方が、まあこっちの方が総合高いしな、ね、さっきの何だっけ、さっき取ったやつ、フェロ、フェロ、フェロとデミラルのフェロコンビで7年間くらいいけるよ。安泰だよ。これちょっと買い取りつけてな、さすがに。遺跡上げようか。ちょっとだけ上げようか、遺跡、うん、クラブとこの故障がうまくいかないとあれだから、ここ年俸いじっても変わんないもん。でも変わんないですね。あ、1時間だ、来い。優秀代理人1時間でまとめてくれるって。デミラルの交渉は、はい、わかりました。ダメだったわ。ダメか、何やねんこれ。スカウト仕事して。仕事してない、してない、してない。スカウトが頑張れ。苦手、ディフェンス探すの。ちょっとディフェンス系苦手なのかもしれないな。下部組織はな、さすがにまだなんだよな。ちょっとまあもうフェロで妥協する。フェロ、でもフェロプラス180ぐらいのやつ欲しくない？まあ欲しいけどね。ナチョ行っとくラスト。ラストナチョ行っとこうか。うん、ナチョだかな、行くとしたら。本当にさ、クラブ規模で舐められてるんだね。フライト舐めんなよ。フライト舐めんな、ガチで。本当に。移籍リストで82ぐらいのやついないかな。こっちにレンタルでもいい気がしてきた。クラブ規模っていうかさ、クラブがあんまでっかくないところにいる先輩系。ライスとか、ライスクラブ的にも良くないですか？あ、いけるな。お、ライスいいでしょ。ウエスタンもいけるか。これいけるだろ。買い取り。え、最悪終わった。やったわ。ライスちょっと行けばよかった。ライスやった。ちょ、リスト入れとくわ。あ、いい。お前それ。ちょ、お前まだ移籍すんだよ。お前ビッグクラブ行くなよ。ビッグクラブに行くなよ、ガチで。まだあのクラブ規模で足元見られる前にちょっと行かないでね。え、お前ここにも入ってんじゃん。なんで来ねえんだよ。なんで来ねえんだよ。ほら、パウもここにも入ってんじゃん。見てこれんだよ。あ、セネシだって、フェイノルト。どうですか。おお、いきますか、これ。これはリスト、あ、多分取れないでしょ。うん。あ、もう足りないってことなんだ、時間が。リストに入れておきましょう。足りないならさ、もう3時間進めてくれてよかったよ、あの瞬間。確かに、なんでこの時間の。ねえ、1時間残す必要ありましたか ?1 時間進めるって。なんだよ。なんなんだよ、これ、1時間進める要素。いらんだろ、その要素。まあまあ、でも1人補強できたんだよね。まあそうね。あ、リモンだよ。いいわ、この試合は。エトケン、お前チームをさ、よ、負けて。エトケン大丈夫本当に。チームを覚えてよく日本代表の監督できたら今。ブライトンのまとめといてくれよ。兼任できる器ないよ、この人。ないよ、絶対。あ、アフリカ勢と2連戦ね。なるほどね。佐賀弘樹。さあ。いや、クビです。クビですよ、これ。これよく日本サッカー協会オファーしましたよ、エトケンに。本当だよ。完全にエトケンの SNS のフォロワーの数に騙されてこれ。いや、ほんとだよね。影響力はある。あ、うわぁ、すごいじゃん。やばいよ。ちょっとなぁ。お、あ、フェロ。初出場への期待。だって、フェロなんかがっつりスタメンでしょ。あ、いる。左にいた。強いね、81年。81、だいぶ強いな。やばいです。なんかさ、この間コメント欄で見たんだけど、キャプテン変えると、変わんないじゃん。あ、ほらほら。え、俺これ見たんですよ。コメント欄で。コメント欄にキャプテンを変えると変わりますって。ありがとうございます。これですよ。すごっ。聞いたのよ、この間書いてあった。スアレスにするといいんだ、なぜかね。なぜか。ほんまよ。でも別に多分スアレスがキャプテン種とか持ってるわけじゃないから。あとね、ちょっと見たのが
これですよ。マイフェイバリットプレイヤー。なんだこれ。これをやることによって何かが良くなると思う、多分。とりあえず上からね、上から順に行きましょう。上から順に1、2、3、4、8、9。まあ、ランプティとエメルソンはあれだから、まあ、ウェブスターの方にしといて、こうすると多分チームスタイル上がるんじゃないかなっていう。おお、前の時にやっときゃよかったね。まあ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 、まあ、今気づけただけで。今気づけた。おキアルリー銀河ー。おお、すごいすごいすごい、お前らいい仕事すごい。おい、5時間ぐらい前にやってくれよ。俺もうちょい早くだよ。どうしようか、これ銀太って若いよ、銀太が一番27か27。フェリペは、あでもフェリペも若いんだな。あ、え、若っ。あ、フェリペってあれか、これか、こっちか。あ、アトレティコの方じゃなかった。そう、俺もアトレティコの方かと思ってた。で、KD には、まあ37だけど、でもまだいけるよ。こっからそんな落ちて、まあでも落ちてったとこで80ぐらいは、80以上はやると思う。これどうする、フェリペじゃない、とりあえず。うん、とりあえずはフェリペともう一枚どっちかじゃないですか。これどうする、レンタルで買い取りにする、そっちの方がいいのかな、それとも1、2年でいいんじゃない。これでさ、買い取りでこれでいいのかな、それとも普通にオファーしていいのかな。1年でいいんじゃないですか。普通にオファーしてくる、これ さっき多分契約年数的にダメだっただけで、普通にオファーしてみようか。1年だったら初期が2だよ。ああまあ、ああこれってみようか。2でいいんじゃない、これで高い確率なんで。初期設定が2なんだから、うん、これでいこう、これでいこう。で、ギンター行っちゃう、ギンターかキリにどっち行くかっすね。まあ、でもギンターの方がそう、27だから、うん、この子は遺跡で行ってみようか。中盤もできるし、これで行ってみようか。前見たもんね、3年にした方が良くなかったんだな、よくっ。それっすね、それだね。いや、いいね、やば、楽しい。ポジション変えます、スカウトの。取れるか分かんないから、結果見てからよくない。あ、そうしますか。あの、あ、そうかそうかそうか。あの2人が来てくれるか分かんないから。とりあえずアスナル戦をね。あ、まあまあまあ、まあ。あ、もうこれ、フェロ効果出ました。来てる。フェロ効果来た。来てるよ、これ。いいね。上狙います。だって、ウルブスが3連勝してんだよ。あ、もう全然いけるわ。全然いけるよ、これ。こっから、グーンって。また耐えて。チームに集中してくれ。いや、引き受けたら俺らなんだけどね、代表。マクシマンが褒めてる時のこと。本当だ、彼のおかげでサッカーがかなり改善されたって。大丈夫それ、メディア向けの嘘のなんか偽りのコメントじゃないそれ。オファー来てるし、マクシマンに。ふざけんな、無視無視。いや、無視無視無視。これスワレスキャプテンのまんま、やっぱこの効果絶対出たって。スワレスキャプテン効果あるんだね。意味わかんないじゃん、全員65なのに77だよ、スワレス選手。そんなあるんすね。これだったわ。監督キャリア、監督キャリアって何だ、代表のこと聞いてくる、これもしかして。ああ、これ、ん、え、あ、なんか、あ、だから言ってたんだ。ああ、え、何これ、何これ、どういうことこれ。マイフェイバリットだから、まあ、エトケンが好きな11人ってことでいい。まあ、エトケンがちょっとお前好きだぞって言ったから、マクシマンがさっき言ってたんだ。ああ、そういうことだね。エトケンという関係だよみたいな。これにすることでの効果は何だろうね。育成の伸びが良くなるとか、そっち系かな。なんかそっち系ですかね。それがちょっとなんかチームに親善試合に進むメンバーなんかどうでもいいよ。だってこの感じでワールドカップまでやる気でしょ、エトケン。まあそうですね、多分これでね、日本の指揮をする予定です、エトケンが。まだだって間に合ってないもんね。まだ2021年だから。うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あ、そうだ、サネってうちのチームだから。ドイツ代表の10番ぐらいがいない。いや、そうだ。あ、なんでサネの話してんのって思ったら、俺らのチームにいたわ、サネ。とんでもないことだからね、今。うちにいました。てか、開幕3試合きつくなかった、なんか合わせると思って。うん、いや、結構きついかったっすわ。これ、日程は良くなかった。うん、なんか去年のアーセナル的な感じになってるわ。お、あ、どうした、どうした、どうした。また疲れですか。なんか、あ、やばい。大丈夫か、大丈夫か。このスポーツディレクターマジでやばい。ちょっと怖いんだよ。あ、やばい。何？やばい。解任で恐れてるって。え、これ解任になったらゲームオーバー。ゲームオーバー？次は絶対に。やばい。やばいな。どうせ相手シティとかなんでしょこれ。あ、レスターってなってた。あ、レスター？うん。ちょっときついね。ちょっと強いんだよね。うわ、あの後の会話ない。怖っ。解任するよって言ってからの会話がない。悪夢の序盤戦ちらつく江藤健太郎解任論。
イニエスタ、ライプツィヒの移籍やめてやめて、ちょっとやばい、地獄の今チーム状況だ今、やばいやばい、お前らまとまった。オーケーオーケー、ギータナイス、ギータナイス、ナイスギータ、ギータナイス。そしてフェリピ、フェリピは最低時があったって、まあまあまあ、まあ、成立でいいよ、どうせそんなふっかけてきてことないです、さすがにそんな詐欺みたいなことはしない、活用はこれで冬にとんでもないチームになります。オッケー、1月1日に1日入ってきます。怒涛の反撃が、そこまで江藤健太郎の首が持つか8人ぐらいにはいてくれ、うわー、あー、まあまあでも大丈夫、勝ち点でまだまだ勝ち点、勝ち点取れてるから、まだ上がってんだから今うちら、どうする勝手に首にされたら大丈夫か。まあでもなんか去年より順調じゃない、まあね、なんか戦力的に見たらもっと上にいるべきチームなんだけどね、正直なんか去年よりかなりやってて前向きな気がする。大丈夫だよね、あ、よかった、オッケー、まだまだ首は持ってる。でここでちょっとスカウトのあれ変えようか、もうセンターバック取れたから、そうしましょう。何？ファンは痛烈批判してるエメルソンの獲得が失敗かな。お前まださ、キャンプからで、ね、入ってないんだよ、エメルソンは。途中加入の選手なんだから、温かく見ろよ。やっぱきついね、途中加入の選手に対して。かなりむずいよ、そうよ、本当に。過ごせてないわけだから、あの選手たちと。本当だよ、まだブンデスから来た選手なんだから、プレミアのね、そう、慣れさせないと。まずだって、イギリスでの生活に慣れるとこからからね、まあ、そうだよ、普通に。プレミアリーグにも。まあ、スパーズ行ってんだから、この時。そう、ちょっときついね、ファンが、ね、ちょっとね、ファンが良くないよ、ファンの質が。やっぱエトケンがさ、人気者すぎてファンの質が悪いわいろんな層をキャッチしすぎてるせいで、ちょっとね、いろんなファンちょっとね、やめてほしいね、ちょっとやめてほしいね、流れかよ、勝って1回ね、やばエトケン、これ大丈夫か、エトケンビラだよ、相手ビラに負けたらちょっとまずいぞビラない、え、あ、でも11、あ、うちに勝って上がったもんね、今ね、ちょっとやばいって、なんならこのシティの安定感、なんなんだよ、今シーズンも大丈夫、解任されないよね、また初勝利遠いんだけど、次のチャプターでどうする、ゲームマックラインだったら、ゲームカメラ、いや怖いんだよね、ほんとにゲームオーバーってわざわざには勝ってる、いやさすがに勝ってよ、さすがに、あ、戦う姿勢変わらないよね、そうだよね、いやいやいや、そう、一人一人がハードワーク足りねえんだやっぱ、マイチームな、オファーがいっぱい来てる感じ、みんなもしかして、いやいや、お前ら信じろよ、時計も、あ、まあ、ここは変わってないね、変わってたら、そうか、報告みたいなのあるか、一応、うん、キャプテンスアレスから変わったとかもないよね。92です、TS。勝てます、これは。勝てない理由がありません。やっぱ、新戦力やっぱ遅れてるんだね、うん、やっぱ。あ、本当だ。でも、エメリスもバチバチフィットしてるけど、チームに。やっぱり、サポートで叩かれて、やっぱ燃えるタイプだね、これ。これはちょっとやってほしい。これは勝ちました、ちなみに。このチーム戦で上がってるのが、勝てないわけがない。勝ってるのよ、うち。オーケー、初勝利です。初勝利、第6節にして初勝利です。流れ変わります。こっからめっちゃチーム戦で上がるから、ね、もう、尻上がりですよ。ちょっと、上位クイックオンの。1月にももっと強くなるの分かってるから、このチーム。もうね、どんどん強くなっていくから。ここに来て国際親善試合が挟むという。大丈夫か、ちょっとチームの士気が。ねえ、せっかく。え、また初めて見た。解任？解任のチャプター1って何これ？フロントはすでに公認の候補をリストアップ始めてる。何それ？公認の域では仕方ない。だって次の試合代表ウィークですよ。エトケン何やってんのこれ、クラブにいるけど。次ポルトガルとの試合なのに、どゴリゴリクラブハウスいるけど、何がしたいの、エトケンは一体。大丈夫、やばい、どういうこと、クラブチームのオファーって、なんか来てるってことなのかな、監督オファーみたいな。いいって、勝てないもん、ポルトガルって。ポルトガルはしょうがない、捨てよう、うん、代表のこと全く見てないもん。これもしかして代表クビになる話をこっちでされてる俺ら。あ、だったらいいよ全然。うん。代表、確かに代表の監督がすぐクビになるって言われるだろうねこれね。こんなやる気ねえやつ。もう何かさ、一緒になっちゃってないこれ、代表のあれとさ。はい。勝てないって、エトケンは代表でしょ。国際試合4連敗です。クソ弱い日本代表。なんだこれ。4連敗してます。やる気ないな本当に。おっと、FA カップ。ちなみに今年 FA カップは優勝狙います。あ、やっぱ FA カップでね。 FA カップは優勝狙ってます。これ負けたら本当にやばいぞ。お、スカウティング。お、チアゴシューバー。チアゴシューバーっすか。マジっすか。ペリシッチとゾマ。チアゴシューバーいきます。え、チアゴシューバー冬に37。いや、これはでも行っていい。これは行っていい。これ移籍申し込む、うん、レンタルじゃなくて移籍、まあ、1年、1年でしょ、だって、うん、前向きでしょ。年俸もね、そんな高くないから。コナミだって年俸。コナミ、いや合ってるね。これは来るわ。ディフェンスライン、ゾマーとペリシッチもいるの、やばいな。ゾマー行こうか。ゾマー行っちゃっていいです、これは。で、ゾマーに、うちは
なんとつけますマシューを。わーいいね条件です。あ、だめだあ、マシューなんか今故障ちょっと拒否しとくマシュー、え、なんで。じゃあライアンを一回交渉断ち切って拒否してからゾマそういうことか。マシュー何よお前。うん、まあこれで一回中止してお前いいってそういうの。でもまあ一応ゾマあれか1月だからちょっとあれでもいいか、すぐじゃなくて、まあそうっすね、ちょっとこれ進めてそうすると交渉できるじゃん。うん、はい、よし。おい、クビにはさせない。 FA 取ります。マジでクビにはさせねえから。あ、一発勝負か。うわ、スパーズやった。スパーズかよ、お前。うん、悪いな。スパーズ勝っても次ユナイテッドじゃん。ユナイテッド最悪だよ、本当に。1月以降じゃ勝負できない、これ。やばい、やばい、やばい。でも1月以降だったらマジで勝負できる気がするわ。うわ、ユナイテッドだし。なんかプレミアリーグって言うやばいね、やっぱこのリーグ。ちょっとやばいな。なんか、2、3週に1回強いってこと当たらない。なんか。学研 T さんやったら今えとけん帰ろう。スポーツディレクターを帰ろう。この人この人よくないよ。ちょっと怖いもん。この人がよくないわいやでも調子はいいからね、チームの、うん、いや今いいよ。だって2連勝だよ、リーグ戦の得点で、うん、スアレス。だってお前らもう次のことかなり見てるもんな。ベルナーベルダー、どんだけ取ってくんのこのチーム。えぐいな。俺たちは強い。まあ、ライアンつけてね。マシューをねつけてね。いやこれマシューライアンのためだからこれは。まあそうですね。そう、買い殺しになっちゃうからやっぱ。やっぱ選手のアフターケアもね。そう。で行きますベルナー、もちろん。なんでベルナー？すごいな。より重要な役割を与えるためにやっぱそうなんだ。やっぱチェルシーで感じてないんだよ。ちょっとやっぱうまくいってなかったからね。そう。でつけますこの人一応20歳。うん、どっちでもいいよ。あ、コノリーとかね、この辺。あ、コノリーいいんじゃない。あ、コノリー帰ってきた選手だしね。コノリーつけよう。よし、コノリー。コノリーステップアップだな。やべ、交渉成立しても予算が足りない可能性が出てくるって。ええ一回ちょっと減らす。年俸が足りなかった。年俸高えもんベルナのやたら。ちょっと減らすかこれで。あ、でもあれこれでも予算足りないって。マジで。どっちがあれ、移籍金があれかな。ほら、何やっても予算足りない。これでも予算足りないとどうなの。まとまんないってことだよね、さすがに。かな。え、なんで給料の方だ、多分。年俸高いつくっつけちゃおうかな。イニエスタ。イニエスタちょっと。まだ必要。アルバレスとか、そんな変わらんか。こうあとかなんかオファー来てたか、アルバレス。あ、そっかそっか。あ、でもとりあえずこれで行ってみて、まあ、一回行ってみる。交渉まとまっちゃいさえすれば、予算足りないところはなんとかすればいいわけで、予算を。なんかすごくないこのとんでもないとんでもないチームだ。とんでもないメンバーだよこれ。すごいな。だってもうフェリペとギンターまとまったからね。うん。でゾーマー交渉中、チアゴシューバー、まとまってます。お、まとまってる。チアゴシューバーが来る。まとまってます。成立します。チアゴシューバーすごい、すごいです。あ、確かにこれであれか、足りなくなるのかも。チアゴシューバーもまとまる。多分ゾマーもまとまると。なるほどね。ベルナーの分足りなくなるってあれだったんじゃない。全部成功しちゃった体で。出ないよこの試合。いやでも分かんない。あー、やばい。現実は甘くない。ちょっとクビにしないでね。まだだってね、去年より。あ、まあでもよかった。明日2つが圧倒的に弱くて。いや、めっちゃ弱いな。助かってるわ。チェルシー何なのこれ。ちょ、最後一回カット終わりたいね、今日ね。そうですね、もう時間的にもう、ね、時間的にね。やめてー。いや、マジでやばい。やべ会議のチャプター2やばい。え契約解除決めた。え、残念だ俺たち。嘘だろ。ええ、これ終わりかこれ。エドゲン物語が。え、嘘だろ。そんなことあんのこの家。マジで。え、おい、ちょっと待って、相手を見てくれ本当に。え、あ、なんだこれ、なんだこれ。え、ああ、カイリンさん。マジ。格変がいない間にエドゲンが解任されてるぞ。俺たちの
俺たちの物語が終わった。ブライトンが何それ。うわうわ、めっちゃ頭抱えてる。家かこれ。めっちゃ頭抱えて前で取るし、待って、俺たちの補強は、あの努力は何だったんだ。俺たちのあのブライトンでの努力はどうなったの。監督オファー、ユナイテッドの監督やる。なんでユナイテッドからオファー来てんの。どういうこと。エトケン物語シャープ2ユナイテッドやる。ブライトン潰すかも。ブライトンを徹底的に潰すと、FAで当たるから次。これはちょっとここでじゃあ終わりましょうか。ょそれで一回ね、ここで終わってセーブしよう。そうで、この後どうしようか。ブライトンのあの時戻しっていうのがあるから、俺ら必殺。あ、そうだったわ。時戻しできるんだった。時を戻すことでセーブしてないから、セーブしてないから。ブライトンの監督をだから選手補強とかもちょっとやり直しになっちゃうよ。そうだね、これちょっとコメント欄でちょっと皆さんの意見を。そう、時を戻すことによって、うん、ブライトンでの成功をあれにするか、うん、あのエトケン、なぜかユナイテッドの監督主演っていうドラマ。どっちがいいか、どっちがいい、皆さんの意見これは多数受けていきますか。コメント見たいですね、これはさすがに。いやまさかの終わりますか、終わりましたね。それ格言衝撃だよこれ。格言かい。こっち来たら、あいつどこで気づく。動画編集するに気づく。ちょっと何も言わんでおこうかしら。言わんでおこうかしら。あいつにやらせようかね。これでやらせて面白いから。という感じで、今回波乱万丈ありましたけど、こんな感じでマスターリーグ終わりたいと思います。ありがとうございました。